皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ、サムネにもある通り、コロナのワクチン1回目、受けに行くということで、8月の頭にですね、接種券が届きまして、で8月の11日から予約が開始されるってことだったんですけど、まあ、早ければね8月中にも接種は受けられたんですけど、まあ、8月11日になって、まあ、朝っぱら予約しちゃえばよかったんでしょうけど、まあ、なんだかんだやってるうちに夜になっちゃいまして、まあ、気づいて、まあ、予約しなきゃってことで、まあ、とりあえずウェブで予約をしたんですけども、まあ、他の予定ともちょっとね、調整して、まあ、9月11日の11時45分で予約を取りました。はい、はい、で当日なんですけれども、まあ、8月の終わりですね、ちょっと夏の暑さが戻ったかなと思ったんですけど、まあ、9月に入ってからねずっとこう雨ばっかの日が続いて、まあ、この日もこのように雨ですね。まあ憂鬱なんですけど、まあいかの日だってことで向かってるわけですね。おっと、こんな雨の日ですけど、この右側植栽の剪定でもやってるんでしょうかねと思ったら、いやこれは事故現場ですね。はい、トラックの単独事故みたいですけどね。はい、これ道路に結構めっちゃ吸着剤撒いてるんですけど、まあ、多分盛大にオイルが漏れちゃったんでしょうかね。はい、まあなんか不吉な感じがするんですけども、まあ会場へ向かっていきます。はい、というわけで会場に到着しました。ここは町の公民館です。まあ待機所がないってことで、まあ時間までは各自車で待機ってことだったんですけど、まあその駐車場で案内してる人が寄ってきてですね、まあ受付始まってるんで中入っちゃってくださいっていうふうに言ったんで、まあすぐに中に入りました。でまあ会場入ってすぐの人にまず書類を見せて、で少し入ったところでまた書類を見せて、でまあ会場接種会場が2階なんですけど、まあ、2階はちょっと混んでるっていうことで、まあ10人くらい座るスペースがあるんでそこで座って待って、で今度はまあ上に上がってまた書類を見せて、でまあこの受付にいた人は多分お医者さんだと思うんですけど、そこでまあハンコを押してもらってまた奥に行って、でまあそこで待機をして、でまあブースがこう2つあって、まあその待ってる人からこう2列にこう分配して、受けていくんでしょうけど、またそのブースに入ってまたこの問診があって、でまあここでまあどっちですかとか聞かれて、まあじゃあ聞き手を逆の方に打ちましょうってことで、まあ左手に打つことになるんですけど、で、その後ようやく接種ですね。はい、まあ久しぶりのこういう注射なんでちょっと痛いかなと思ったんですけど、まあ全然痛くも痒くもなくてすぐに接種は終わりました。はい、で、その後ですね、一応まあその副反応が出るか出ないかっていうのを見極めるために15分ほど待機するんですけども、そこで15分待って、最後の受付で、まあ、次回いつですよっていうのを聞いて、これで終わりということで、まあ、会場には小1時間くらいいましたかね。はい、はい、というわけでワクチン1回目今受けてきたとこなんですけど、まあ受けた後の感じとしては、まあ、若干このやっぱ打った方が左腕ですけど、ちょっとそっちに軽いちょっと違和感があるくらいで、特になんかこう体調がおかしくなるっていうことは特別ないんですけども、まあ、とりあえず様子を見てですね、まあ、1、2日間に、まあ、ちょっと若干症状は出るかもしれないんですけど、まあ、とりあえず様子を見たいと思います。はい、で2回目はですね、まあ、自動的に今日から3週間後の9月29日同じ時間になってるんですね。はい、まあそれなりに変な症状が出なければいいんですけど、まあ、2回目の方が症状的には強く出るみたいですけど、まあとりあえず2回目また受けたいと思います。はい、というわけで、今はですね、接種から2日目の朝です。またちょっとね
暗い時間帯なんですけれども、まあ、あの副反応的にはですね、初日とからあった腕の痛みですね。でそれがちょっと2日目になって、この初日はこの肩から、肘くらいまでだったんですけど、まあ、2日目はちょっとね、この肘からちょっと先の方がちょっと痛くなってきたんですけど、まあ今の段階ではですね、ほぼその痛みも引いて、副反応はだいぶ弱まってきたのかなと思いますね。はい、まあ、言うて、1回目の副反応っていうのは、ね、そんなに強く出ないってことだったんですけど、まあ問題はその2回目ですね。まあ受けた日からまあちょうど3週間後になるんですけれども、9月29日ですね、2回目を受けるんですけれども、まあその副反応がですね、どう出るかっていうのがやっぱり気になるんですけど、やっぱうちの家族もですね、ちょっとこう基礎疾患あるんですけど、やっぱりその2回目打った後はちょっと熱が出て、しばらくちょっとね、寝込んでた感じになったんですけれど、まあそれが自分がね、どういう感じに副反応が出るかっていうのを、もうですね、またお届けできればなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。